私なかなか恋しないからね。人を好きになりたい。これはもう年なんかな。惚れにくい、案外刺身は東京だもんね。東京、いや私惚れづらいよ、落ちにくい、落ちにくい、めちゃくちゃ、まあね、イベントで荒稼ぎしたから今日オフモード、イベントね4位でした、入賞できなかった、入賞できなかった。ちょっと待って、もうすぐかなこれ。あ、オッケくんに関してはなんかセフレだったから、結構長いセフレだったから、あの韓国なんかね、韓国行く前に話したんだよ、もし韓国から帰ったら付き合ってあげようかとか言って眉がで、それでまあそれ言ってたのもある、もしでも韓国で彼氏ができてなかったらご縁なのかなとか思ったりして、でまあ暴露もあって、まあいろんな理由が積み重なってみたいなそうあれ嫌だったらしいよ、上から目線のだから多分細かい、なんか細かいね、例えばそのあの前に喧嘩したことがあって、デートする、あ何々終わったらデートするって言われたら、なんでそんな上から言ってくんのみたいなえデートするって言葉って普通じゃない、えデートするって言葉って上から目線なのかな、なんでそんな上から言ってくるんだみたいな、普通だよねデートするって、細かかったね、たくまくんは。で私も雑なのと、たくまくんが細かいのとちょっと極端すぎたのかもしれない、極端すぎた、普通、そうだよね、だからそれでなんかあの不機嫌になっちゃったから、あのデートあのいたしますかって言ったら余計に怒られて、バカにしてんのかみたいなえだってデートするって上からっていうなら下からデートいたしますって難しいよね、難しかった、すごい、下からでもデートいたしませんかってうん、そう細かかった、あデートしたいなとか、でなんかこう空気が悪くなったから「いたしますか？」って、デートしてやろうかとかだったら分かるけどさ、上からってね、かりちゃんとちゃんみきに何、なんかちゃんみきちゃんがなんかあのいろんな人としてたっていうことがなんかバレちゃったの、
セフレだった。ちゃみきちゃん綺麗だよね。ちゃみきちゃん何歳なんだろう。ちゃみきゼロワンとやってた。それ知ってる。しかもその時あの私と被っているからね、ゼロワン。かぶってて、なんかね、ちゃんみきちゃんと大阪でコラボした時に、なんかその コラボ終わったらその電話するっていう約束だったんだよ。あの浮気しないように、女芸とかした時は配信終わったら電話するっていう。で、あのちゃんみきちゃんとコラボした後電話が出なくって、あ、やったんだなって思ってた。そうだよ、浮気されてた。それ怒ったら逆ギレされたしな。もう狭いよね。だ、もしかしたらちゃんみきちゃんと結構被ってんのかもしんないな、うんうん、デートしたいなだと自分ないの、なんで俺に聞くのって。そうだよ、配信者みんな、キモいよね、なんか兄弟すぎて、なんかキモい、なんかやだ、うん、勘ぐっちゃうね、もしかしたらこの人も やってんのかなとかさ、うん、やりまくり、まあ、男も女も、まあ、でも私は3人だけ、私彼氏だしね。クリちゃんちゃん、あ、そうなんだ。簡単なんだね、体の関係。私は悪いけど簡単じゃないからね。私簡単じゃないよ。肌着、おでこが照明の光で反射してる。まあね、そうなんだ。なんでちゃみきちゃん最近それを明るみにしたんだろうね。まあ綺麗だし。モテるんじゃない、ちゃんみきちゃん。私ちゃんみきちゃん好きだよ。まいちゃん誰とでもやると奈々ちゃんに言ってた。ひどい奈々ちゃん。あ、奈々ちゃんじゃない、桃奈々ちゃん。誰とでもやるって。そんなことないのに。ちゃんみきちゃん綺麗ってか、あの綺麗だよね、うん、そんなことないし、ゼロワンもたくまもあの彼氏なんだから、それはやりまんっていうのは違うじゃん。でかやくさんもちゃんと好きだったし、うん、ちゃんとあの好きな人以外とはしてないかも、してない。うん。本当だよ、もっとスタンプラリーいいのに。あ、エマエマちゃん、5個ありがとう。あー。ありがとう、かわいい。煮干し5個、ありがとう。ちゃんみきちゃん配信者でしょ。ちゃんみきちゃんたまに来てくれてんだよ、前のところも。あの
よく止め、あの匿名でこう会話してるんだよ実は、ちゃんみきちゃんと。あのいい子そうだなって思うけど、ただね、やりちんはあれだけどさ、やりまんって叩かれるよね、女に厳しいからさ、うん、まあよく言うよ、桃奈々ちゃん私にキスしてきてベロを入れようとしてきたくせに、で私ベロ入れられようとした時にダメダメだよってやったんだよ。それがやなんか断られたってさ、桃奈々ちゃんが思って言ってんじゃないですか、嫌がらせで。ベロ入れてきたんだよ桃奈々ちゃんが、うん、それ私断ったんだよね、だからそれで不服で言ってんの。そう、すごいいろんな人とキスしてた、うん、いやそれね配信中だね、配信中だったねそれ、うん、うん、女の子の方が好きなんだ、うん、おもなちゃん、でも桃奈々ちゃんはなんかすごい上手らしいよ、すごいなんか言ってた、そこら辺の男よりも女を知ってるからもうなんか喜ばせてきたってそうそうそう、奈々ちゃんともした、よしくんと早く結婚、もし私が結婚できなかったらよしくんが結婚してくれるらしい、あのもしかしたらよっさんと結婚するかもしれない。よっさんと結婚したらどんな生活になるんだろうね。ちょっと待って、トイレ行きたい。あのね、そう、福ちゃん一緒にいたら吠えない。タバコ、え、またタバコの値段が増えんの？いやもう本当に貯金できない、マジで貯金してない、納税といろいろ払ったらやばいわ。おっさんと結婚したら持病管理が大変そう。好きだったらまあ
乗り越えれるんじゃない、うん、いやもうタバコやめようかな。でもそのこのアイコスにして本当に体調が変わった。もう紙タバコやめれて本当に良かった。全然違うわ。あのパニックのも減ったのもやっぱ紙タバコやめたからなのかもしれない。ブナマユちゃん写真集、マユちゃんも出そう。それはさ誰に向けての写真集なの？誰が喜ぶのそれ？写真集誰も買わないよ絶対。私がやっても、あぶなあ小町くんが買うんだ。で小町くんしか買わないじゃない私多分誰も買ってくんないと思う。奈々ちゃん買ってたの？ぶなまゆちゃん、いやーすごいね。もう配信者も芸能人みたいなもんなのかな。あカーニャも買ってた。カーニャ会いたかったな。ちょっと会えない。大阪行くけど、大阪行くけど、そうだね。奈々ちゃんが買うとすごい効果があるよ。あの奈々ちゃんにあの T シャツプレゼントしたらすごい売れました。 T シャツが奈々ちゃん効果すごいよね。西翼さんの写真集は10ダウンロードした。つばにはなんか TikTok 出てきて見たら閲覧13人だったんだけど、なんで？昨日なんか一瞬見たら閲覧13人だったんだけど。なんでそんな減るの？ TikTok ってそんな厳しいのね。そう配信してた、あ最近妻には言われないね。前ね、今妻にはなんかずっと見てられない。なんかふわっちの時ってすごいさあ、せいじさんがギャザリング始めました。せいじさんがギャザリング始めました。怖いよね。だってツバニャンってふわっちですごい閲覧あってさ、やっぱ飽きってくるんだな。飽きって、そもそもでも私もね、女性って閲覧いらないと思う。女性って、アキリストくんもギャザリング始めました、ギャザリングなんかこれゲットするとあのメガホンがもらえる。あ取れた。あじゃあそれあの取っといてください。萌ちゃん何歳まで？あありがとう。あなあちゃんありがとう。あじゃあ私にちょうだい。私にちょうだい。じゃあぶく投げしてくれな。大抵伊勢のリスナーだからね。そうだね。そうでもなかなか眉増えないよ伊勢。やっぱね いてもすぐいなくなっちゃう。あ6個すごい。愛ちゃんすごい6個。つぶやん得意な悪くじゃないじゃん。熱弾400はいく。ありがとう。私これゲットできたことない。あと12分だ。あと12分。うん、明日あのレイっていう人、あちょっと電話してみてもいい？ちょっと待ってね。
ち電話出るかな。